大家好，我是艾妙，You are now watching What's Popping。初めて本当に台湾に来て、このレガシーの下見に来て、本当にこんな広いところでファイナルを迎えるのはすごいありがたいし嬉しいなと思いながらも、実際当日を迎えると未だに全然実感がないです。3月からこのツアーをテレヒョンロブスターやってきて、日本で、でそれでなんかファイナルがこんな台北なので、何やろ、純粋に楽しみたいなと思ってやってきました。捉え方は人それぞれなので、聴く人それぞれ感じ方が違うと思うから、そんなに本当に聴く人に全て委ねたいと思ってます。私は先月もご飯いろいろ食べたし、なんだろう、今回新しく初めて台湾に来て、台北で雨を経験しました。でも綺麗でした。でもやっぱ街並みにも合う。2日前、この辺で飛び降り自殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラー、濡れ衣戦後、たちまちここらはネットの餌食。危ないですから離れてください、そのセリフが集合の合図なのにな。バカ騒ぎした奴らがアホみたいに取りまくった。冷たいアスファルトに流れるあの地の何とも言えない赤さが綺麗で綺麗で、泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ、何も知らない不安感の外側で生きていたんだよな。最後のさよならは他の誰でもなく自分に叫んだんだ。さよなら、さよなら。皆さんようこそ、あいみょんです。テレフォンロブスターようこそ。タージャーハオウォースイウォースイあいみょん、イエーイ。今日楽しんで帰ってください。楽しんで、ね、楽しんで、会心なんちゃら、タージャー会心マン。
今日は最後まで、よろしくお願いします。大好きだって言えばいつも静かにうなずいて知ってるって笑うのよ。すごいシワシワな笑顔とかすれた声がある生活に満たされて幸せで今がある。チャオさんでした。本当に、あとなんかね、暖かかったです。すごい皆さんもう喋ったらうわびっくりしました。すごい私の頼りない台湾語もみんなちゃんと反応してくれてすごい嬉しかったし、この最後までみんな元気で元気よく聞いてくれたから嬉しかった、楽しかったですし、大事になりました。オーケー、まるーけー、そんなわがままばかり言う私はちょっとずるいからダメから嫌なんだ。さよならって言わないでっていうくせにいつも私がさよならを告げるのにね、自己中心的に進む恋愛とこの先の本当にありがとうございました。初めての海外公演が台湾ですごい良かったと思うし、これを機にまた台湾で、ワンマンライブ、またいつかできたらいいなと思ってます。その時はまた会いに来てください。お疲れ様でした。